鎌倉幕府は鎌倉時代の日本の仏家政権。同幕府が存在した約150年間を鎌倉時代と呼ぶ。後に征夷大将軍となる源頼朝が創始し、北条時政、北条義時らを中心とした坂東武氏が鎌倉に設立した幕府である。頼朝の死後、御家人の権力闘争によって、頼朝の着流は断絶し、その後は、 吉時の着流である徳宗が同幕府の支配者となった。武家政権は室町幕府、江戸幕府へと継承された。まず1180年に鎌倉の大倉号により友の屋敷となる大倉御所が置かれ、また幕府の統治機構の原型とも言うべき侍所が設置されて武家政権の実態が形成された。朝廷は樹栄2年10月戦時で、 よりともに対し、東国における荘園、高領からの干物、年貢納入を保障させると同時に、よりともによる、東国支配権を公認した。段の裏の戦いでタイラーンを滅ぼし、同年、文治の直挙ではよりともへ与えられた諸国への守護、自投職の設置、任命を許可した。そして、研究元年よりともが、県大納言権右この絵大将に任じられ、 苦行に列士小園領主の火星期間たる万所解説の権を得たことで、いわば統治機構としての合法性を帯びるようになり、研究3年には征夷大将軍の宣言がなされた。こうして、明日ともに武家政権として成立することとなった。守護の設置で諸国の治安維持を幕府は担当したものの、その支配は限定的であったが次第に範囲を拡大し、 上級の乱や原稿を経て、特宗家の先制支配が全国的な支配権を確立するに至った。当初の鎌倉幕府は、鎌倉殿を主催者とする武士を主犯とした地方政権で、支配は東国を中心としており、上級の乱を全国政権へと飛躍し、権力を拡大させたものであるが、そもそも当初から全国政権を施行したわけでなく、 あくまで朝廷権力を前提とした地方政権であった。その大きな理由の一つが、鎌倉幕府が昭円考慮制を前提とした政権であることである。地方で土地を私有する武士団の起源は、天平15年、朝廷が効果的に修繕を行うべく発布した、根伝永年資材法の施行により土地私有が公認されたことに由来し、古来の豪族や有力農民などが土地を、 私有するようになったが、国司による厳しい徴税を回避すべく有力地主たちは苦行に土地の一部を寄進し、荘園の召喚としての地位を得たことが契機であった。寄進した貴族の保護は受けるとはいえ、今度は寄進した荘園領主からの取り立てや国司との摩擦、近隣豪族の侵略も絶えず、有力農民たちはいつしか武装するようになり、武士が誕生する。 やがて有力農民たちに由来する武士は武士団の起源となり、都から派遣された下級貴族、さらに源の阿村やタイラ阿村など同情家や地下家を上位の軍事貴族を東領として仰ぎ、主従関係を結ぶことによって本領安堵を確実なものとした。東領の戦に従軍し、新たな領地を与えられることで、繁栄の糸口を得たのである。 源の頼朝はそうした各地の武士団をすべる貴族の名門中の名門であり、頼朝の鎌倉幕府とは、御家人となった武士に自動職を授けることで本領安堵を行い、武功により新たな領地を与える新恩給養を行う、まさに昭円高領性を媒介とした御恩と奉公により、武士の利害を代表する政権であったといえる。そして、そうした鎌倉幕府の 主な基盤であったのが関東を中心とした東国であったという点であり、鎌倉幕府の政治的基盤及び軍事的、経済的基盤は頼朝が兵士追悼などで獲得した関東治行国、関東五領であった。そして鎌倉幕府が朝廷権力を前提とした政権であるという二つ目の理由が鎌倉幕府が律令法制上、 様々な存立根拠を満たして成立しているという点である。もともと伊豆で、昼が小島の留人であった頼朝が、平氏追悼の兵を挙げる前提となった出来事は、持人王の、いわゆる、領事であった。大場影地下をはじめとする関東の平家法武士団を、破った頼朝は、自称4年、鎌倉に拠点を置き統治を開始するが、この時点ではまだ、平の真っ盛と変わらない。 極史的な政権に過ぎなかった。しかし、樹齢2年に入り、朝廷は頼朝を平家に敗れて、流人となる前の15石下に服し、頼朝の要望に従い、兵士が東国で行った荘園や、高領の横領を廃止し、元の国司や荘園領主に帰属させる権限を承認する、いわゆる東国佐他権を付与した。そしてこの権限の履行のために、 東国の地方官である国賀を指揮する権能も認められたのである。いわゆる受栄二年十月戦時である。元略二年三月二十四日には、壇の浦の戦いで、兵士を滅ぼすことに成功した頼朝は、朝敵追悼の功労者として、平家の所有していた荘園、いわゆる平家木官僚の支配権を要求して、承認され、後に、鎌倉殿直轄の荘園。 関東御領と呼ばれる所領を獲得した。また、平家滅亡後、頼朝に反旗を翻した弟、源義経と王子、源幸家が、後白河法皇から頼朝追悼の印前を賜ると、頼朝はこれに抗議し、朝廷を頼朝の推薦した苦行を偽装として、偽装をもって、朝廷の政治を担当させること、義経、行家追悼の印前を発すること、加えて、 その追悼のために東国及び機内に守護及び自童を置くことを認可し、さらに昭円綱領を問わず、単別五章の兵糧米の徴収権を頼朝に与えることを求めた。いわゆる文治の直挙である。その後、頼朝は東北に強大な独立勢力を築いていた欧州藤原氏を滅ぼし、研究元年11月、県大納言県右この絵大将に任せられたに、 十二位に除され、文治五年に、正二位に、少女されていた。これによって、三位以上の苦業に認められる、火星機関万所の設置が公に認められ、それまで頼朝が独自に設置してきた、公文書を万所と改め、官職、右近の大将の略称である右大将にちなみ、右大将火星書と称した。それまで頼朝個人としての官職復帰や、 東国沙田県をよりどころとしていた、鎌倉の東国政権は、朝廷公認の火星機関としての位置づけを得て、統治機構としての正当性を獲得したのである。研究2年1月15日、鎌倉に帰還した頼朝は、年頭行事や祝い事など活気に行われる、吉書始めを行い、右対象火星書を司る四刀館として、万所別島に、大江広元、礼に、 二階堂行政、案主に、藤井春長、近次に、中原三家をそれぞれ任じ、門中書出寺に、三吉義信、侍の頃別当に、和田義盛、侍所書氏に、梶原景時、藤井奉行人に、藤原近吉か六名、京都守護に、外籍で苦行でもある一条、吉安、鎮税奉行人に、天野円慶を任じ、鎌倉幕府の陣容を固めた。 研究3年7月12日、頼朝は朝廷から誠意大将軍を宣言された。山縁時期、研究3年7月9日上及び12日上によると、頼朝が望んだのは大将軍であり、それを受けた朝廷で、総監、政党大将軍、誠意大将軍、上将軍の4つの候補が提案されて検討された結果、 平宗盛の任官した、総監や源義仲の任官した、政党大将軍は、強霊であるとして退けられ、また、上将軍も、日本では、先霊がないとして、坂の上の田村麻呂の任官した、正義大将軍が、吉霊として選ばれたという。この時代においては名誉職化していた正義大将軍に、左大臣にも相当する正義にという行為でついた、ことは、 軍権に基づく政権担当者という意味合いが加わり、これが幕府の主催者に世襲されたことによって、鎌倉幕府は朝廷に代わる政権として、名実ともに確立された。また、戦時において、全国の兵馬を動員できる征夷大将軍への任命は、頼朝に非常体系を付与せしめることを意味した。後に、源の頼朝は、 武家政権の思祖として武士に申請しされることとなる。このように、鎌倉幕府は、朝廷の公的制度である、昭円公領制を前提とし、朝廷から幾重もの権限承認、異常を受け、成立した政権であるということができる。研究元年源頼友公上行構想の図、1190年頃平安時代末期、平の清盛を中心とする、平氏政権が成立していたが、 旧勢力や対抗勢力には強い反感、抵抗感があった。1177年の獅子型にの陰謀を講使として、藩兵士の動きが活発化し、1180年、後白川法王の御子持人王が兵士追悼の兵を挙げ、すぐ討ち取られたものの、これを契機に全国的に藩兵士を標榜する勢力が立ち上がっていった。そうした状況の中で、 伊豆に流罪となっていた、源の頼朝は、同年8月に挙兵し、石橋さんの戦いで敗れたが、逃亡先の暗亡から、和佐国、下佐国を行軍する間に、関東一円の兵士系の武士団らの支持を獲得した。芝叩く間に大勢力となった頼朝軍は、同年10月、先祖ゆかりの地である鎌倉へ入り本拠地とした。 頼朝は関東武士団を統率するための侍所を置き、関東武士団の代表イコール鎌倉殿と称されるようになった。その直後の藤川の戦いで、兵士軍に勝利した頼朝は、自分を支持する関東武士団の意向を受け、関東内部の平定、経営に重点を置くこととした。1183年7月、源義仲が兵士を京都から追放したが、 吉中勢力は衰退する北陸軍の天皇即位を迫り、京内で乱暴な行動を重ねた。これを憂慮した後白河法王は、頼朝へ上落を求めたが、頼朝は逆に、東海道、東山道、北陸道の荘園、綱領を元のように国史、本所に返還させる内容の戦時の発給を要求した。朝廷は吉中に配慮して北陸道は除いたものの、 頼朝の要求をほぼ認めた。これにより、頼朝は、東海、東山領土の支配権を間接的ではあるが、獲得した。こうして、明日ともに、東国の支配権を確立していった頼朝は、1184年、行政を担当する公文書と司法を担当する文中書を置いて、政権の実態を形成していった。同時に、頼朝は、 弟の源のより源、義経を派遣し、兵士追悼に当たらせ、1185年、壇の裏の戦いで、兵士が滅亡し、6年にわたる内乱が終結した。同年、源義経源幸家が、頼朝政権の内規に違反したことを契機に、頼朝は、両者追悼の院前を、後白河法皇から獲得するとともに、両者の追武を名目に、守護、 自党の任免権を承認させた。これを文字の直挙という。これにより、頼朝政権は全国の軍事権、警察権を掌握したため、この時期をもって幕府成立とする説が有力とされている。守護、自党には、兵糧米の徴収権、財庁官人の支配権などが与えられ、これは頼朝政権が全国的に在地支配を広げる契機となった。 この時の頼朝政権の在地支配は、まだ従来の検問前夜による支配に優越したわけではなく、自党の設置も兵士の給料などに限定されていた。1189年、頼朝政権は義経をかくまったことを口実として、欧州合戦で欧州藤原氏を滅ぼし、対抗しうる、武家勢力はいなくなった。頼朝政権は、自称の乱から義経追武。 そして欧州合戦へと続く一連の内乱の流れの中で幕府のその基礎を固めることに成功した。このため、内乱に勝利したから幕府ができたのではなく、幕府ができたので内乱に勝利したとする評価もある。1190年、頼朝は常設武漢の最高職である右この絵大将に部任されたが、同職には様々な政治的制約も付随していたため、すぐに辞している。 1192年、頼朝は征夷大将軍に任命される。これにより、鎌倉幕府の形成がひとまず完了することとなる。ただし、1221年の上級の乱での勝利をもって幕府の成立とする見解もある。以上のように、鎌倉幕府はもともと源頼朝の指摘政権に発している。この指摘政権は、 朝廷から承認されることによって支配権の正当性を獲得していった。そのため、幕府の支配権の及ぶ範囲は死後の設置などで諸国の軍事、警察権を得たものの、支配は主としてよりとも参加のご家人に限られ、少なくとも上級の乱までは朝廷側勢力の支配権を侵害しないことを原則としていた。また、幕府機構を見ると、 朝廷のそれと大きく異なり、鎌倉殿の火星機関としての性格を色濃く残していた。年表法上時政鎌倉幕府の確立を成し遂げた源頼朝は、正治元年1月に突然死去した。後を継いで鎌倉殿となったのは頼朝の着手で当時18歳の源頼家だった。しかし、幕府の有力者たちは、 逆年の頼家に政務を任せることに不安を抱き、有力御家人が頼家に代わって、裁判と政務を執行する13人の合議制と呼ばれる政治体制を築いた。この合議制の中心にいたのは、頼家の外籍にあたる北条氏であり、北条時政、北条義時夫氏は、他の有力御家人を次々と滅ぼしていった。年、重病に陥った頼家は、 外祖父辞生の手により伊豆の修善寺へ遊兵され、弟の源の佐根友が次の鎌倉殿、将軍位につくと、翌1204年に死亡した。時政ら上氏の手勢により暗殺されたと伝えられている。辞世は三大将軍未曹を補佐して、執権と呼ばれる地位につき、政治の実権を握っていった。翌1205年、辞生は娘婿の平川さ。 宮城を将軍にしようと格策、朝、宮城と対立する畠山茂忠を殺害し、佐根友を敗そうとした。しかし、自政のこの義時と北条政子はこの動きに反発し、有力御家人と連帯して、自政を引退させるとともに、平賀友常を抹殺した。この後、北条義時が失権となり、北条氏権力の確立に努めたが、 侍どころ別島の和田義盛が対抗勢力として現れた。義時は計略を巡らし、1213年和田一族を滅ぼした。このように武力紛争が絶えない幕府の状況は、上級元年1月の将軍、源、佐根友の暗殺という最悪の事態に至る。頼朝の直系が断絶し、困惑した幕府は朝廷へ新郎将軍を要望したが、 自転の君、後鳥羽上皇はこれを拒否し、曲折の末、頼朝の登園にあたる、石管家の幼児、藤原頼常が新将軍イコール鎌倉殿として迎え入れられた。この後の二代の鎌倉殿は、石家将軍と呼ばれる。こうして、幕府の実権は、執権の北条氏が掌握することとなった。後鳥羽上皇は、自転として、先制的な政治を施行し、 幕府の存在を疎ましく感じていた。佐根友の暗殺を幕府の混乱、弱体化と見た言葉は政権を朝廷に取り戻そうと考えた。そして上級3年5月、言葉は北条義時追悼の因前を発した。それまでの歴史から言葉はほどなく義時が討ち取られ、関東武士たちも基準すると見込んでいたが、幕府側は頼朝以来のご恩を訴え、 御家人の大多数を味方につけた。そして短期決戦策を取り、2ヶ月も経たないうちに朝廷軍を打ち破った。幕府側の主導で戦後処理が進められた。首謀者の後鳥羽上皇、そして後鳥羽の系譜の上皇、御子が流罪に処せられ、中京天皇は大尉、大位朝廷側の貴族、武士も多くが死罪とされた。当時の人々は、 自転の君をはじめとする朝廷側の上皇、天皇、初心が処罰される事態に大きな衝撃を受けた。当時の社会における価値観は正反対に転換した。朝廷の威信は文字通り地に落ち、幕府は朝廷監視のために六波短大を置き、朝廷に対する支配力を強めることとなる。乱直後、朝廷は 時代の天皇を誰にするかを幕府へ図った。これ以降、朝廷は、時点、天皇を決定する際は必ず幕府の意向を確認するようになり、幕府と朝廷の立場が逆転したことを物語る。北条康時1224年に、北条義時1225年に、北条政子や大江広本といった、幕府創業世代が死去し、義時の子、 北条安時が執権となった。安時は世代交代期の混乱を防ぐため、おじの北条と寄付さを執権の補佐役といえる連署に当てるとともに、政治意思決定の合議機関である表情集を設置し、集団指導体制を敷いた。これには、基本的に鎌倉幕府は鎌倉殿と個々の御家人の主従関係によって成り立っているという事情がある。 法上氏も鎌倉殿の家来の一人に過ぎず、数ある御家人の第一人者であっても、主君ではなかったのである。上級の乱を、急増した訴訟事件を公平に処理するため、安時は明確な裁判基準を定めることとした。これが御成敗式目と呼ばれる法典であり、平易で実際的な法令と評価されている。後の室町幕府も、この法令を原則として継承している。 また、安時は、式目制定にあたって、朝廷の司法権を侵害するものでないことを強調している。こうした、安時の一連の施策は、執権政治の確立と捉えられている。鎌倉幕府は、頼朝以来、鎌倉殿の個人的な資質に依拠するところが大きく、その組織も鎌倉殿の火星機関を発展させただけのものだった。しかし、 安時が確立した集団指導体制、明確な法令による司法体制は個人的な資質などの不安定な要素に左右されることはなく安定した政治結果を生み出すものだった。安時の孫、北条時よりは安時の執権政治を継承していった。時よりは司法制度の充実に力を注ぎ、1249年裁判の公平化のため、 引き付州を設置した。一方で、執権権力の強化にも努めた。1246年、時折排除を企てた前将軍、藤原頼常と名古屋光時一派を幕府から追放すると、1247年には有力御家人である三浦安村の一族を倒滅した。1252年、幕府への無本に加担した将軍、 藤原頼次が敗され、代わりに、宗方新郎を新将軍として迎えることに成功した。これ以後、新郎将軍が代々迎えられ、新郎将軍は幕府の政治に参与しないことが通例となった。こうして、新郎将軍の下で先制を強めていった北条氏は、権力を北条宗家へ集中させていった。時よりは、 病のため執権職を北条長時に譲ったが、実権を握り続けた。これにより、政治の実権は、執権の地位と乖離していく。北条宗家を、当時、特宗と呼んだことから、上記の政治体制を、特宗先生という。北条と宗時よりの死後、特宗の地位を継いだのは、この北条と宗だった。自習が特宗となった、前後の1268年。 モンゴル帝国第五代大大藩のクビライが後来を通して兆候を要求してきた。朝廷は対応幕府へ一任し、幕府は回答しないことを決定、最国の防御を固めることとした。1269年と1271年にもモンゴルから国書が届き、朝廷は編書送付を提案したが、幕府は当初の方針通り目札を選んだ。 モンゴルから国語を改めた元は、文英11年10月に九州北部を襲撃したが、鎌倉武士の頑強な抵抗にあったため、元軍は夜間に強行撤退し、帰還途中に暴風雨を受けて大損害を被った。これを文英の役という。幕府は朝廷と一体になって国家鎮護に当たることとし、西国の警護を再強化するとと,ともに、それまで、 幕府の支配の及ばなかった、朝廷側の支配地、本所一円地からの人員、兵糧の調達が認められるようになった。これは、幕府権力が全国的に展開する一つの契機となる。さらに幕府は、警護を強化する一方で、逆に大陸に侵攻する計画を立てたが、この計画は途中で頓挫した。元は公安4年、九州北部を中心に再び、日本へ侵攻した。 この時は2ヶ月近くにわたる日本軍の頑強な抵抗に遭い進行が停滞していたところに台風により大被害を受ける。さらに日本軍による総攻撃を受けて元軍は壊滅した。これを港湾の役という前回の襲来と合わせて原稿と呼ぶ。幕府は大陸に出兵して反撃する計画を再び立てたがこの計画も実行はされなかった。この間、 自習は、非常事態への迅速な対処を名目として、時間のかかる合議ではなく、一門や側近らと戦断で、政策決定していった。こうした中で、お内人のトップである内官僚が次第に権力を持ち始め、公安期には、内官僚の平頼綱と、有力御家人の足立安森が拮抗していた。安森は、自習の理解も得て、 幕府の経済基盤の充実を図るとともに、御家人の地位を保障する政策を実現しようとした。しかし、自習が1284年に休止すると、翌1285年、平より綱は安森を突如襲撃、殺害し、安森派の御家人らを討伐した。この事件により、特捜先生が完成したとされる。この頃、朝廷においては、五佐ヶ天皇以後の行為をめぐって、 大覚寺党と自命院党の2系統に分立して、幕府に後位継承の調整を求めた。幕府は、両党鉄律原則を示して、仲裁に当たるとともに、内外の危機に対応するために、幕府は朝廷に対しても、特性と呼ばれる政治改革を要求した。これを受けて、亀山上皇は、公安9年12月に、陰表情を特性沙汰と雑素沙汰に分割、 続いて、伏見天皇は、昭和6年6月に記録書組織の改革を行って、政治組織の刷新を行って、円滑な政務遂行を図った。だが、こういう継承と特性実施の過程において、幕府との対立が表面化するようになり、朝廷内に再び反幕府の動きを潜在化させる原因となった。北条貞時平頼綱は、 自習を継いだ年少の宝城佐時を補佐し、特捜先生の強化に尽力した。現行防衛に働いた九州御家人の恩賞、訴訟を判定するため、足立安森は九州に抗議制の武行を置いていたが、頼綱はそれに変えて特捜派で固めた新機関を設置した。頼綱政権はこの機関を通じて、西国の荘園、公領への支配を強めていった。 その反面、さらなる現行の可能性を根拠として、御家人らへの温床給与はわずかにとどまった。昭和6年、成人した、工場貞時は、平与綱那一族を凍滅した。貞時は、政治の実権を内官僚から取り戻し、実質的な特捜先生を一層強化していった。まず、与綱那政権下で停滞していた、訴訟の迅速な処理のため、 合議制の引き付集を廃止し、判決をすべて貞時が下すこととした。当初、御家人らは訴訟の進行を歓迎したが、ほどなく独裁的な判決への反発が高まった。そして、永遠人5年、大水星が現れると世相に不安が広がり、当時の特性観念に従って、貞時は財物を元の持ち主へ無償で帰属させる永遠の特性例を発布した。 この特性例は当時普及しつつあった貨幣経済に深刻な影響を与えるとともに社会に大きな動揺をもたらした。その後、執権職は貞時に代わって北条史流の4人が次々に受け継いだが、貞時は特僧として幕府を実質的に支配し続けた。貞時の時代には北条一門の治療国が著しく増加した。その一方、 一般の御家人層では、異国系語番役や長戸系語番役などの新たな負担を抱えるとともに、貨幣経済の普及に十分対応しきれず、分割相続による所領の再分化などもあり、急速に改装分化が進んでいった。中には所領を増加させる御家人もいたが、没落傾向にある御家人も少なくなく、所領を売却したり、出入りするなどして失い、 幕府への禁止ができない無足語家人も増加していった。一方で彼らから所領を買収、取得することでのし上がるものもおり、その中には非語家人も数多く含まれる。こうした無足語家人と力をつけた非語家人は悪党化し、社会変動を一層進展させた。そのような中で、加減3年、佐時は、北条氏書家の重心である連書 北条と木村を中殺し、特捜家の権力をさらに強化しようと図ったが、北条氏一門の抵抗を受けて失敗した。乱の後貞時は、叫びたりとなって政務を放棄し、北条諸家や大内人らによる寄り合い衆が幕府を主導し、特捜の地位も将軍同様の形式的なものとなっていった。王朝元年10月26日、貞時が死去すると、 この北条高時が、北条特捜家の後を継いだ。定時の遺言により、9歳の高時の補佐役に、平頼綱の一族の長崎高綱と、足達一族の生き残りの足達事件がついた。昭和5年7月、高時は14歳で失権となり、前年から連所となっていた、金沢貞明が、その補佐についた。軍記物、大兵器の語る物語では、 北条高時は政治を顧みず、唐憲や殿学などの遊びにふける暴君であり、その側近も無能で腐敗しており、相次ぐ暴動を強権的な支配で抑え込んだために、幕府は急速に権に、権力を失墜して滅びたという、この種の歴史文学にはお決まりの展開が描かれる。しかし、マ鏡や惚歴喚起といった他の文献及び北条氏の施設図書館である。 金沢文庫に残る資料などから、太平記の表現は、大幅な誇張であることが、明らかにされている。門官房広市新海岸、憲法着色後醍醐天皇五蔵、重要文化財、神奈川県藤沢市成城三津寺像一方、自衆が朝廷へ介入したことによって分裂した、皇室の寺命院等、大覚寺等は、さらに大覚寺等内で着流の国吉新王派と、 もう一つの後醍醐天皇派に分かれて対立していた。そして、朝廷の各派はこれらの争いの朝廷を幕府に求めたため、幕府は朝廷内の争いに巻き込まれていくことになった。文法2年、後醍醐天皇が即位し、現行元年12月9日に、五浦上皇から政務の異常を受け、申請を開始する。現行4年9月19日、 五代醐天皇は倒幕計画を疑われ、関係者として、時来優と多治見国長らが討たれた。また、腹心の公家である、日野助友と日野俊市が捕らえられた。公式判決では、天皇と俊市は、冤罪となったが、助友は有罪とも無罪とも言えないので、佐渡島に流刑となった。天皇は実際は、倒幕を企んでいたが、 幕府が処分に及び腰になったので処分されなかったのだという。この天皇と幕府が対立に至る過程には諸説あり一定しない。詳細は、政中の変を参照。いずれにしても、現行元年、後醍醐天皇は倒幕を企てた。これは、吉田貞夫さんの密告によって事前に発覚し、翌年に天皇は沖島へ流された。しかし、これを契機に、 幕府、特捜に不満を持つくすのき正重、赤松のりむなど、各地の悪党と呼ばれる武士が各地で、反幕府の兵を挙げるようになる。現行3、昭教2年4月、反幕府勢力の討伐のために、京都へ派遣された有力御家人の足利高氏は、名古屋公家が、小賀の縄手の戦いで戦死したのを見て、一転して、五代五天皇側へ着き、5月7日に、 六原丹大を落とした。北条高時ら一族、家臣が自害した、東照寺市六原陥落区の翌日、新田義貞が上野国で挙兵し、150機だった軍勢は、関東御家人の指示を得て数日のうちに大軍となった。これに対し、幕府は、桜田貞田区に長崎高主らを将に討伐軍を組織し、大軍でもって、これを迎撃させたが、 彼らはこて差原の戦い、久米川の戦いで敗れた。北条や水泳の援軍が加わった後も、部外河原の戦い、赤土の戦いで敗れ、幕府軍は鎌倉へと敗走し、新田勢は鎌倉へと迫った。5月18日、新田義貞は大軍で鎌倉に対し攻撃を開始し、防戦する幕府軍との間で、激しい攻防戦が繰り広げられた。 当日、追い詰められた執権の赤橋森時が自害するなどしたが、地形を利用した幕府軍の激しい抵抗に、日田軍は甚大な損害を被った。5月21日、日田義貞率いる軍勢が艦長を利用して稲村ヶ崎を突破し、鎌倉市内に流れ込んだ。両軍は市中において激戦を繰り広げたが、22日までに赤橋森時、おさらにさ名を、 金沢貞行不穏寺はじめ寺など幕府軍の有力武将が相次いで戦死、自害した。敗北した、北条高時、金沢貞明、長崎縁起、長崎高助、足立寺県内一族、家臣二百八十三人は菩大寺の東照寺に集合し、寺に火を放って自害し果てた。同日、森国新王は将軍職を退いて出家した。 さらに3日後の5月25日には、九州の鎮税丹大も、反幕府勢力に転じた、小二帝京や大友定宗、島津定久らによって陥落した。幕府を倒して、剣武の申請を開始した、五代醐天皇は、自身と死闘を演じた、北条高時の母代を弔うため、足利高氏に命じて、鎌倉の高時屋敷跡への宝開示混流を企画した。 続く戦乱で造営は中断されていたものの、感動の上乱を制して、幕府の実権を握った高氏によって再開され、昭平9年、文羅3年頃に完成している。憲務政権した特捜北条高時の維持である、北条時行きは、中仙台の乱を起こして、高氏の弟の足利忠義を破って、鎌倉を占拠し、鎌倉幕府を一時的に再興したが、 政党将軍、足利高氏に攻められて20日で滅んだ。南北朝の内乱では、五醍醐天皇から朝敵を赦免されて、南朝方として戦い、武蔵野の戦いでは再び、鎌倉を奪還したが、今回も高氏に敗北し、その後は処刑もしくは行方不明となった。鎌倉入りと都市造営は、それまで京都の公家たちに従属していた武士の歴史として、画期的な意味を持つ。 まず、頼朝は、館の建築と、鶴岡八幡宮の整備を行う。鶴岡宮は、地性的にも、精神的な位置においても、都市鎌倉の中心を占めるものであり、京都における代理に匹敵するもので、中央から下校した、天台宗、新言宗の僧が、偶装として、運営の主導権を握っていた。そこでは、法上会といった年中行事が整備される一方、 それに際し奉納されるヤブサメや笠掛けは、武家社会を代表する重要行事となった。新造の武家の塔を飾る建設は続き、源の義朝の母大家地長寿尼や、中尊寺の二階王道を模した英福寺、十三世紀に、入ると寿福寺、東照寺といった禅宗の寺が次々に建立された。禅宗は特に保護されて、北鎌倉には、虎イ像を解散とする、県庁寺や、 炎学寺などの虚殺概要を示す。鎌倉幕府の存立は、武士、特に関東武士団を基盤としていた。これらの武士は、鎌倉殿の家人となることで、鎌倉幕府の構成員となった。鎌倉殿の家人になった武士は、御家人と呼ばれた。鎌倉殿と御家人の主従関係は、御恩と奉公と呼ばれる、御家関係によって保持された、この制度を御家人制度と呼ぶ。以上のように、 相互に利益を享受することで、両者は結ばれていた。主従の契約は、御家人が鎌倉でに検算した際の名簿差し出しによって行われ、幕府は御家人名簿により、御家人を管理した。鎌倉幕府は以下のような独自の経済基盤を有していた。当時、武家政権を幕府と呼んでいたわけではなく、朝廷、君下は関東と呼び、武士からは鎌倉殿、 一般からは武家と称されていた。あずま鏡に聖遺体将軍の館を幕府と称している例が見られるように、もともと幕府とは将軍の人称、館を指す概念である。武家政権を幕府と称したのは江戸時代後半、幕末になってからのことであり、鎌倉幕府という概念が登場したのは1887年以降とされる。以上の理由から、 鎌倉幕府の統治機構としての概念、あるいは成立時期というのも、後世の近代歴史学上の捉え方の問題であり、一応の通説があるとはいえ、統一された見解がないのが現状である。歴史学者の林家達三郎は、そもそも幕府というものの本質をいずれに置くのか、歴史学上未確定であると述べている。また、同じ歴史学者の岩田新平は、鎌倉幕府は、 全国の武士は統率できても、全国の統治は完成できなかったことを指摘し、特に行位継承への関与が受動的であることを指摘し、政権としては、平氏政権よりも後退して、かつ、軍事、警察面以外の多くの分野で、未だに朝廷が、国政の主導権を握っている以上、鎌倉幕府を本当に、武家、政権と呼べるのか、再検討すべきではないか、と提言している。 現在、鎌倉幕府の成立年については、頼朝が東国支配権を受立した自称4年、事実上、東国の支配権を承認する受影2年の戦時が下された受影2年、公文書及び文中書を解説した元略元年、守護、自童の任命を許可する文字の直虚が下された文字元年、日本国総主護自童に任命された元究元年、 生意大将軍に任命された、研究三年など様々な意見が存在する。21世紀に入って、学校教育の場で、鎌倉幕府の成立年が、研究三年から文治元年に変更されるようになり、報道の中にはあたかも、新説が採用されたかのように報じられているものがあるが、第二次世界大戦前に、通説扱いされていたのは文治元年説であり、大日本資料や、 資料騒乱も同年以降が鎌倉幕府の成立イコール鎌倉時代の始まりとみなされ、平安異文と鎌倉異文の区切りも同年が採用されている。その一方で、文治の直居が主語、自童の任命を許可したものとする見方を否定する研究者もおり、その立場からは同直居を前提とした文治元年説は成立しないとされている。 同様に他の説に関しても異論が出されている。歴史学者の河合康氏は、鎌倉幕府は東北における反乱軍勢力から朝廷に承認されて、平家一門や同族との内乱に勝利して、日本全国に勢力を広げ、やがて鎌倉殿を頂点とした独自の権力機構を確立するまで少なくても3段階の過程を経て成立したもので、 それを特定の一つの辞典を切り取って、鎌倉幕府の成立として論じることは困難であると指摘している。これらの議論を踏まえ、帝国書院などの検定教科書においては、鎌倉幕府の成立は段階を踏んで整えられ、成立年についても、明日ともに、完成したという表記を採用している。近代以降の歴史研究において、中世の武家時代は、王朝文化が衰退した。 韓国時代とする理解がなされていた。しかし、原克郎や石本忠氏らの研究により、中世は日本に封建制が成立した時代とされ、東国武士団はその改革の推進力と評価されるようになっていった。1960年代には二つの中世国家論が登場した。佐藤真一は、鎌倉幕府を朝廷と並ぶ中世におけるもう一つの国家とする。 東国独立国家論を提唱。一方、黒田敏夫は中世の政治権力を朝廷、自社、武家といった検問による共同統治体制とする検問体制論を明らかにした。しかし学会での評価は後退省で1970年代にはすでに検問体制論一式といった状況であり、佐藤自身も少なくとも上級の乱までの鎌倉幕府は、 朝廷の番犬として使える、検問体制的な状況にあると認めざるを得なく、なっていた。佐藤は1983年に、日本の中世国家で、鎌倉幕府を中世国家の第二の方として、改めて東国独立国家論を提起するが、その要定である、領主性について研究者間での評価を得るには至らず、検問体制論との類似を指摘される結果に、終わっている。 こうして、東国武家政権を中世社会の変革の推進力とする見解は淘汰され、検問体制論は21世紀においても有力な学説として重視されている。金沢文庫の資料や鎌倉時代末期の政治動向を調査した長井進むによれば、北条高時は政治を顧みなかったのではなく、病弱のためになかなか政治の場に出られず、側近たちは、 改革よりも安定性を重視して、高時の補佐に力点を置いたため、緩やかに政権が衰退していったというのが真相ではないかという。長井は、高時政権が崩壊した理由として、以下の4つを挙げている。長井は、この首脳部が鎌倉幕府の実力が充実した中期に、政権運営を行っていれば、高時は平和な良い時代を築いた政治家と評価されたであろう。 しかし、社会が求めていたのは、新しい社会構造への移行であった。この意識のズレが、砂鉄の大きな原因となると述べている。2007年に、川内昌介によって、新説の、冤罪説が唱えられた。川内によれば、後醍醐は父である、後宇座天皇の意志を継ぐ堅実な天皇であり、少なくとも現行四年時点ではまだ倒幕を考えて、おらず、 鎌倉幕府との融和路線を堅持していた。五代五派逮捕は、五代五の朝廷での政敵である、大覚寺到着流、国吉親王派もしくは寺明院党側から仕掛けられた罠であったという。なぜ、日之助ともが流罪になったかといえば、五代五派を完全に無罪にしてしまうと、幕府側の捜査失態の責任が問われる上に、国吉派、寺明院党まで新たに捜査せざるを得ず、 国家的非常事態になってしまうので、事件をうやむやにしたかったのではないかという。すなわち五代五派が被害者であり、取り立てた失態もないのに、自派だけ損害を受けた形になったという。2010年代後半以降、河内の冤罪説を支持する研究者も複数、現れている。入間田の寮は、日本史における、鎌倉幕府成立の負の側面について指摘し、 文人優位の政治理念が普遍的な広がりを見せていた当時の東アジア世界の中では、武人優位の鎌倉幕府は異常な存在であるとしている。この鎌倉幕府を文人政治が展開された中世、東アジア世界において非正常で特殊な存在とする見解は海外でも注目を集めており、2017年には鎌倉幕府の特殊性に焦点を当てた研究所が 韓国で観光されている。ありがとうございます。